さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ハーモニックファームです。ニンニクの収穫を、したいと思います。ですね、コロナにかかっちゃったかなと思って、熱が39度3分とかまで上がって、でもコロナじゃなくて、まあなんかただの夏風邪だったみたいなんですけど、ニンニクの収穫がそれでどんどん遅れちゃって、まあなんか昨日風強くて天気も良くて、まあまあ土乾いてるかなって感じなんですけど、向かってこっち側が不耕起で、こっち側が先行した畝で、まあちょっと比較をねできればいいかなとは思うんですけど、まず一旦ちょっとまだ体力的にしんどいので、収穫はね、なんかおしゃべりなしでちょっとさっと収穫の映像はさっと終わって、掘り出したものをねちょっと、見比べてみようかななんて思ってます。はい、掘り終わりました。向かってこっちが、不耕起、こっちが、先行ですね、浅く。まあボリュームはあんまり変わんないんですけど、掘ってる手応えでいうとこっちの方が平均的に玉が大きかったように思います。それと不耕起の差というよりも、あの掘る時にあの何ですか、ダイソーのあのマルチカッターみたいなので掘って穴開けて、そこにもみがらくんたん入れて種置いてったんですけど、結構ですね、根っこがあの根っこってかもこれ周りにいっぱいついてるんですけど、結構もみがらくんたん抱え込んでて、春からの成長もですね、向かってこっち側、右側、画面でいうと左側、不耕起の方が草丈も大きくて茎も太いのが多かったんですよね。なので不耕起同行よりも、もしかしたらもみがらくんたんが効いてた可能性もあるのかなって掘ってみて思いましたね。まあ、掘る前はなんだ、クローバーが、まあ、自然光で耕した穴なんかにね、そのまま根が張りやすかったのかなとかって思ったりしてたんですけど、こっちはクローバー同じ時期に撒いたけど、まあ刈ってしまって、それも耕運機でね軽く先行して、まあクローバーが耕してくれた、のを全部機械でね崩してしまっているんで、その差が出てるのかななんて思ってたんですけど、まあ全体的にはやっぱりこっちの方が生育も良くで、玉も大きいかなって感じですね。まあちょっとこれ今から根っこ切ったりしていって、まあボリュームって言ってもね、草のボリュームもあるんで、まあどんなもんか。ちょっとやっぱり気持ち、収穫が遅いですね。ここの何ですか、ここが平らになってるのがいいよって基準でね言うんですけど、ちょっとお尻出てるかなって感じです。まあ具合が悪くなったり、まあその前にそもそもですね、ずっと今年の北海道の梅雨が長くてずっと水っぽかったんですよね。それでいつ収穫しよう、いつ収穫しようって思ってて、よし
収穫するぞって思ったら風邪ひいちゃいましたね。まあでもその時点でちょっと遅いかなとは思ってたんですけど、どうなんですか、雨の日にでも無理やり掘ってしまった方がいいのかな、成長具合で。まあちょっと要検討というか、今後どうしていくかって感じですね。ちょっと猫来てきます。今映ってるのが不幸木の、畝で、隣が先行した畝ですね。多分気のせいじゃなくて、やっぱり不幸木の方がニンニクの玉が大きいです。はい。で他の畝ですね、これがまあ残り全部先行してるんですけど、これは試し掘りしてて乾いたやつ、ちょっと綺麗になってるんで、土払って白くなってるやつ、こっちもまあまあ大きいです。でこっち側は大きい種から順番に、使ってったんで、小さい種を使って育てたニンニクなんですけど、まあ、これも種が小さいから、まあニンニクは小さいかなとは思うんですけど、ただですね、これが他のね大きい種を使ったニンニクと同じテンションでねお世話したのかって聞かれると、やっぱり大きい種の方が期待値が高くて、なんか丁寧だったりとかしたかもしれないですね。気持ちが乗る最後の一押しは、こっちがもしかしたらちょっとかわいそうっていうか、気持ちが乗ってないみたいなのはあるかもしれないです。一応ホワイトロッペンみたく、ロッペンになる品種なんですけど、これは4ペン、大きさ的にどうですかね。このちょっとセンターより重心ずれてる、ちょっとずれてる感じ、なんかおしゃれですね。でピンクニンニクは掘りたてが一番ピンクってことらしくて、なんかだんだん紫っぽみが増してくるんですよね、時間が経ってくると。綺麗な色をしてるのは割と今だけかもしれないです。こっちの弾けちゃったやつも、まあ大きさがあるんで、これはもう売り物というよりは直種、種用ですかね。やっぱある程度種は大きい方が安心できます。はい。今回一番大きかったのこれかな。これか、あ、持った感じこっちかな、重さ。これですね、もみがらくんたんがね、まあ、これも乾いたら綺麗に取れますけど、もみがらくんたんの効果なのか不幸木の効果なのか、ちょっと分かんないですけど、まあこんな感じです。今年のニンニク、進級できそうな、できなさそうな、2回目にしてはいいかなと思います。これとか大丈夫か、これ怪しいですね。今年のニンニクは全部でこんな感じですね。はい、はい。まあ、全部を種にするわけじゃないですけど、これ
これを種に回して来年はもっと生産数を増やしていこうかなと思う所存でございます。はい、というわけで今回の動画は、以上にしようかなと思います。ちょっと綺麗なニンニクで終わりたいと思います。